の情報を日替わりでお届けする午後4時好奇心今日は「日本歴史再発見」知っていそうでそんなに知らないという日本の歴史を芸人小島一平さんにお聞きします。はい、はい、ということで、まあ、今日はですね皆さんあんまりねあの塾っていうと好きじゃないかもしれませんけど、うん、日本の近代は塾が作ったということで。うんうん ほうまあ正確に言うと私の塾と書いて私塾と。それもハンとか寺子屋とまた違うということですよねすよククは。そうなんですおっしゃる通りで。うん、まああのー、やっぱり江戸時代の教育ってざっくり言うとねあの3つ言えると思うんですよ。はい、一つはそのもう武家の子供も町人の子供もお役所さんの子供も関係なくみんな大体その 読み書そろばんと言われるね、はい、基礎のそれを学ぶところは大体寺子屋って言いますよ、ね、だからそうだから幼児教育としては寺子屋まずだからその年齢差も今みたいに必ずほら同い年で学年揃えるとかそういうことしませんから大体何歳から行くんですか,か早いところはね親御さんが気が早いところはそれこそ3つとか4つとかがね<っ>手慣れお前決まりはないもう,そうないんですね<ー>絶対に何歳からしか入れちゃいけないなんていうこともないし<ー>ですからほらあの村々によってはねその日本全国で、えー、5つの子もいれば は十歳の子も一つ教室でその習字をしてるようなね<ー>、そういう光景も見られたでしょうし、うん、だからそのほら上の子は下の子いたわれとかね<ー>、もっと優しくしろとか<ー>、この子はあんまりその物言葉が良くないんだから、ちゃんとそのこの子のこと考えてその一緒にやってやれとかっていうのも自然に生まれたりしたわけですよ<ー>。ここでいろいろ道徳なんかも生まれるわけですね、うん。そうですよね、自然にね。うん、で、えー、だからまあその寺子屋の数がその日本六十余州と言われる中でも一番多かったのが。 何を隠そう、信州なんですよ。なんで、長野県はその伝統を引き継いでて、未だに。教育圏。教育圏って言われるでしょ言寺子屋の数が江戸時代の通じて全国で一番多かったからっていう、そういう言われもあるんですね。そういうことなんですか。で、その土台の上に、まあ当然ね、一応、まあ死の交渉っていうね、まあ身分が分かれてますから、まあ武家の子は大体その武家の。で、しかももう三百諸侯と言われるね、えー、上は百万石のその加賀藩の前だけから、まあ下は、まあ一万石でも大名家ですから。そういうとこでも一応領土も まあだから、ごくざっくり言うと、大小無数の国々がね、日本中に存在したと言えるわけですよね、はい、でそれぞれがまあ財政的に裕福な藩もそうでない藩も、教育には力を入れますから、人材育成のために作ったのが、藩校と言われるものなんですね、何々薩摩藩とか著者の藩に、学校の校で藩校、うんはい、これをね、まあ、これがだから、まあ、やや強引に言えば、今でいうところの国公立大学と。 考えてもらえればいいわ、ね、分かりやすいですね。いいわけですね。ここに、あの、まあ、大体その藩の指定、武家の指定は入学して、まあ、叱るべき先生の、まあ、講義を受けると。厳格な教育を受ける。で、そうでない、まあ、町人の子たちとかが行くのが、まあ、大体私塾というか。で、各藩それぞれにも当然私塾はあるわけですよ。はい、で、例えばさっき薩摩藩長州藩と言いましたけど、長州藩で言えばやっぱ一番有名なのは、 松下村塾でしょ松下村塾。松下村塾。松下村塾。はいはい。ね。これね、あの、じゃあ長州藩ね、あの、松下村塾の方が有名だけど、じゃあ長州藩犯行なかったのは当然あるわけですよ。それは明輪館というのがちゃんとあるんですよ。で、そこに山形大化とかね、叱るべき学者が講義を振る、あの、舌をね、振るってるわけですけど、正直な感想で言うと、長州藩の熱血のね、あの、若き師弟たちは、 どうも、吉田優昌院っていう先生の方が面白いぞと。あ,<ー>あの先生の話の方が熱が入ってる。<ー>だから生きた学問だと。 うん、ただ、だから、もうその、いまだにやっぱり、近年、ね、大学、日本の大学でも言わないじゃないですか。あの先生、20年前の同じ教科書使ってるぜとか、自分の本のね、30年も40年も前に出したテキストを新入生に必ず買わせてどうとかね。そういうのがやっぱり、江戸の頃もあったわけですよ。うん、あるでしょうね、それは確かに。はいはいうん、で、あの頃って言うと、例えば、趣旨学が絶対ですから、講師のその論語とか、申しとか、書いてあることをもうひたすらその厳格にね、 もうぎっちぎちに、その自由な解釈の余地をあまり、例えば与えないとか、独自のその自分の考え方、この文はだって漢文をね、その、あくまで日本風に読んでいくわけでしょ、0点打ったり 1,、うん、1、2点打ったりして、その一行、わずか一行の文章でも、読み方によっては全然意味変わってきちゃったりとかね、ある意味では、出てくるわけですよ。だけど、例えばその犯行によってはね、いやいや、そんな解釈は絶対認めないとか、そう読んではいかんなんていうね、 うん、例えば、孔子とか孟子っていう人物をどう解釈、どういうふうに受け取るかっていう受け取り方にしても、一元的な受け取り方しか、例えば認めないところはあるわけですよ。<ー>ものすごく、いやゆるね、孔子<ー>はもう、いやゆるでね。 もう一挙手一投足を疑ったのかなみたいな先生のもう人間性みたいなことになってきますねありますね,ね宇宙第一の書なんてねん伊藤人才っていう人は論、まあ、語のことをそう言ったりしてたわけですけど、はい、でも吉田松陰っていう人がなんでやっぱり画期的だし<ー>若い人の,その強烈にその引きつけたかって言ったら孔子の教えであろうと孟子の教えであろうと。 ね、尊い教えには違いない。しかし、あくまで異国のものであって、うん、我が山とのね、日本のものではないのだから、うん、日本の国土。 日本の、まあ、風情日本のん人のね、日本人の情から考えて、これはおかしいとか、ーーこれは納得がいかないということがあったら、どんどんそちらをメインで解釈すべきだって。柔軟。<ー>ね<ー>非常に柔軟なわけですよ。うんうん、だから例えば、孔子だと、まあ有名な話でね、彼は炉の国という。 えー、ところにね、あの、露、うん、人の露っていう、うんうん、あの、阿久晴殿とか書いた、露、はい、人の露ってやりますよね。うん、はい。あの、露の国に仕えてたんだけど、えー、その自分のそのう、例えば君主、国王に対して、こういうことやった方がいいんじゃないかとか、政治の道で、ああいうね、えー法律、こういう法律作った方がいいんじゃないか、うん、えー、こういつうはよからの人物だから、うん、あまりその重く用いない方がいいんじゃないかとか、うん、いろんなことを検索するわけですよ。はい。ところが、孔子の言うことが何から何まで採用されるとは、 限らないといか彼の場合はほとんど採用されなかったんですよねうん、うん、だから彼は国を捨ててうん、うん、まあ中国全土をまさまよわざるを得なかったうん、うん、ところが吉田商品はそれをすごく批判するんですよ 自分の、要するに日本の国柄に引き寄せて考えたときに、はい、自分の生まれた家でのね、うん、自分の実の親父が、頑固親父で、うん、物分かりが良くなくて、うん、一切合切ね、この説を受け付けないからと言って、うん、じゃあこの親父はね、特に足りない <laughs>、ね、説得するに足りないバカ親父だから、うん、じゃあと言って、 多少は、より物分かりがいいだろうと言って、他人のうちの親父のところに行くかっていうわけ。<laughs> <laughs> それはしないだろうと。ないな。あくまで産むことなく、うん、自分の家で、ね、どうにかこうにか自助努力を続けるでしょう。例えば、うん、平たく言うとこういう例えを繰り返して教えたわけですよ。うん、これで若き魂たちはね、うん、いや、これ、松陰先生のこれ、うん、の読み方の方が、 ピタッと来るんじゃないかと。身近ですよね、なりますよね、たとえも。そう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 。まあね、吉田松陰という人は、何しろほら、ペリーが裏側に来た時にね、そうですよ。一緒に乗って。ね行こうとしたぐらいですからね。そうそうそう。もちろん、まあ、そんな上位派ですから、激烈なね、愛国心の持ち主だから、その、まあ、異国戦なんか冗談じゃないと、無理やりこう、頭ごなしにね、いろんな無理難題を押し付けてくる、撃退したいけど、武力ではやっぱり勝つことがならないと、現時点では。 そのために進んだ文明はどんなものかっていうのを体得するために自分も行こうなんていう魂の人でしょそう。なんで、それをこう、まあ、藩から禁じられたりして、結局、長州藩で牢に入れられちゃうわけですよ。そうなんですよね。ところが、松陰はその牢の中で、教育しちゃう。そう。そう 牢の中で本読んじゃう。論語の、もとか、もう、特に孟子なんか読んじゃう。牢の中で生徒さんがいっぱいできてるということなんですかそう,そう,そうだから、はい、まあ、ねその、班の牢には、まあまあ、一般の囚人って言っちゃおかしいんですけど、<laughs> 泥棒働いたやつとかね。そうんですよ。うん、まあまあそ、その、他の、その、本当に、ねあの、刑事犯で捕まってるのもいるんだけど、うん、そういう連中が次第に次第に。心がだんだんね、綺麗になっていくんですよね。そうそう。この若者はこんな若いのに、産むことなくね、 あの、本というのは読まなきゃダメだみたいなことガン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 言われて、うん、で、次第に涙流してね、ね自分もその、読書会に参加するようになっちゃうってう、んとんでもないそ教育あり <laughs> ないですよ。ありえないでしょ、うん、すごい。あまあ、そんなこんなで、はい、やっぱりね、その徳川時代の私塾っていうのは、まあ本当に、まあちょ、あの、昇華村塾に限らず、例えばですね、大阪にあった幕末に、はい 敵塾という、うん、はい。あの、敵材敵所の敵という字ですね。うん、あの、敵、まあ、あ敵敵塾なんて呼び方もするけど、敵塾でも構いません。うんうん、このね、尾方光安さんという人が教えてた敵塾は、はい、ちょっとね、あのー、排出した人材の豊富さで言うとナンバーワンかもしれませんね。んまあ、何を隠すか、一番有名な人は、まあ、言うまでもない、慶応義塾を開いた福沢幸吉さん,んはい。ね,ね。それから、あ<ー>まあ、 え近代の、まあ、日本軍隊ですよね、はいうん。明治新政府になって近代日本軍というものを、まあ、初めて創設した人といえば、まあ、言うまでもなく、残念ながら暗殺されちゃいましたけど、大村益次郎。はい、ねこの人も敵塾の出身です。適塾なんです大、ね、方公安を死と仰いでね<ー>で。自分が死んでからも公安先生の元にいたいって言って、<ー>同じ寺に体のい、まあ、要するに骨の一部が祀られ、あの、 埋められてるっていう、まあ<ー>まあいう、まあ、その逸話もね、残してるんですけど先生とのつながりが深いんですねそうそう。死後もそばにいたいって、なんか泣けるでしょ<ー>それから、えー、残念ながらこれもね、安政の大国で弾圧されてね、まあ死を賜ることになっちゃった、うん、えー、越前藩松平家の松平義永春学校のね、懐刀と言われた男、うん、橋本さない。ないこの人も当然敵塾の。 国山行からすればね、先輩だったんですね。<れ>うん、そうなんですね。それから日本赤十字の父と呼ばれた佐野常民とか。うん えー、それからね、えー、幕末あの維新戦争あの戊辰戦争でね、はい、榎本武明なんかと一緒に函館まで行ってあ<ー>幕府の遺憾をあの遺志ですね、はい、遺憾を務めながら「いや俺も一人の侍として戦うんだ」って言って榎本武明と一緒に五稜郭まで行ってねわ新政府軍と刃まで交えてる高松両軍とかあ<ー>こんな人までが敵塾の出身なんですよへえ<ー>この人たちはねめちゃくちゃねあの一番健康的な意味であのプライドが高かったんですねあ<ー>だから江戸のね あの、連中。もちろん、江戸にも、例えば、昌平坂学問所、現在の東京大学の母体ですよね。そこで学んでるエリートたちはいるんだけど、奴らは、まあ、奴らってもうちょっと、彼らは、所詮、出世のための学問だろうと。ほう。いずれはね、例えば、幕府に士官するとか、ね。エリート養成所だと。そうです、そうです。だから、大名家に召し抱えられるとか、そういうことでしょ、うと。いつの時代もあるんですね。出世の手るとしての学問であるでしょ。ところが、俺たちは学問のための学問だと。 ね剣客が、県によって世に立つように、いい自分たちは学問によって立つ、これから日本、丸ごと背負って立つのは、俺たちだっていう気概ね。うん、だって、当時は高橋さん、コピーなんかないし、そうだよ。ね だから。全部写本そうズーフ・ハルマっていうね。ド,ドイツ語とオランダ語で書かれてる辞書があるわけですよ。これ手引きにして首引きで、はい、その医学の勉強とか法律の勉強とか、ね、とまあ、特にその自然科学ですよね。うん、全部やるわけですよ。ほ、うんしたらその分厚い写本一冊しかない。うん、はい。 でも、熟成たち何十人いますよね。はい。ね、はい、で、みんなで、例えばテキスト、そのね、それこそ、まあ、えー、向こうから輸入されたものを、はい。読というか、解読というかしますよね。はい、少しずつ少しずつ訳していくときに、はい。一人がその辞書を、 専用するわけにいかないわけですよ。はい。だからもう、徹夜、徹夜、徹夜で、次の人に回さなきゃいけないから。徹夜で写すんですね。写しますよ。辞書をそうそうそう。えー、いや、もちろん。だからそれも全部は無理でしょはい。何百ページ全部は無理だから、せめて自分が、その、お前、じゃなね、その、大畑先生から、じゃあ君はこの、この何行目から、次のページの何行目訳しなさい、みたいな。<ー>そこに、例えば出そうな単語とか語、ね、当たりつけてやっていくわけですよ。<laughs> すごい作業ね。<laughs> あとはもう勘ですよ。勘ともう推理力。あらゆるもう総動員して、ね。で、つじ、妻はこういう、おそらくこういうこと言ってるんじゃないか、みたいなことをやっていくわけ。だから熟成同士が本当の真剣勝負。しかも、カンニングなんか絶対に許されない。ね。で、しかもね。 まあ、人間のね、やっぱり、その、心情として、どうしても間に合わないから、ちょっと覗き見しちゃったとかなんとか、やったやつは、翌日から全熟成の軽蔑の対象です。あいつはだらしない。その程度のやつだと、ね、追い詰められたら、結局ズルをしてし、のいじゃうようなやつだっていうのは、石地も落とされていくし、仲間内でのランクとか。 見られ方も変わってきちゃう、心構えが違いますね、<う>学校に対しての。うん、だからね、さっきとね、うん、もうやる気と、あんまり横文字使いたくないですけど、インセンティブっていうかね、うん、全然違うわけですよ、うんうん、でしかも、うん、あの席次がね、張り出されるように、彼は出来がいいから、尾形先生がもうすぐ、あこいつは出来がいい、見込みがあると言ったら、すぐ、君が明日から教える立場になりなさいみたいな、上級クラスで言うと。はーはーはー いきなり先生、うん、要するに師範代を任されちゃったりするわけですよ。うん、出来がかったら。うん、で、例えば年上の学生からすれば、何クソって気になるでしょ、うん、自分よりやっぱり三つ四つ若いやつにね、教えられる立場に回られたりしたら、この野郎的に、やっぱ内心顔には出さなくてもなるでしょ、うん、そんなのことを、 毎日やってたわけですよ。あ、怖いなぁ。ねあ<ー>いやいや、で、しかもね、まあ正直その国の援助が出るとか、はい、各班からそれぞれお金が出るとかっていう風うに経営が成り立ってるわけじゃないんで、まあその、おかずとかね、日々のご飯なんかも、 ごくごく質素なものもう。なんか昇華村塾なんかもものすごい貧しいイメージです本当そうです。<ー>で、それをね、下手すりゃ立ち食いで食べるから,狭から、狭いから。横になんかなれないから<ー>で。しかも夏なんか暑くて、冷房ない,ないでしょないないない。ね、<laughs> 福山吉さんが、あのー、福王辞典とか自分の辞典でも書いてあるんですけど、はい、ほぼね、夏なんかすっぽんぽんで<ー> <laughs> 学生たちは立ち食いで飯を食べながら、<ー>学問ね、この文章の解釈、これは、でもない、こうでもないってやってたってもんない。読んでてね、もう涙ぐましいようなね。うん で、そこに、あの、小方小判先生の奥さんがね、うん、あの、お使いで来られたそうなんですよ。は、うん、ほんで、あの、二階でね、あの、なんか一階で、あの、お,お呼びですよ、とんで、あの、誰か知らない人だと思って、スポっぽぽのまま覚り出っちゃったら、<laughs> 先生の奥さんだったっとで、<laughs> <laughs> ものすごい罰が悪かったとかね。そういうね、まあ。 えー、天下の福材騎士もそんなことがあったっていうね<ー>、えー、そういうせもうね音立てたギシギシした切磋琢磨の中からなんかそういうとこにも武士道みたいなものありますねやっぱり、ね、学問の中学問の武士道学問の武士道やっぱりねまあだからねそういうのを言われるとそのまあ今後ね憲法の話でいろいろ出てきますけど、はい、高等教育の無償化っていうお話はね、うん、なんかねあ、うん、まあまあもちろんいい側面もあるでしょうけど、うん、やっぱり その、一緒に外で稼いできて、うん、これをね、元手にして、自分にね、うん、その、本当、生きた学問をその、身につけるぞっていう、やっぱ、覚悟と危害っていうのはね。まあ、しのぎを削ってっていう、あれ、じゃなくなるよ、ね、そういうとこでしかいらないっていうのは、るあるんじゃないかっていうね。うん、うん。だから、その、適塾で言うと、その、よまあ、本当にだから、そういう、ものすごい、その、うんうん、いい意味でのプライドをね、もう、侍みたいスピリッツ溢れてる塾生たちなんで、うん、もう、だから、酒。 飲む、打つ、買うはね。もう、もう自前なわけですよ。もう、学問さえしっかりしたら、あと多少になるでもいい。学問さえビシッとしならいいんだから、つって。なんか、その中で、橋本さないだけはね、女郎会にも行かない。酒をね、飲みすぎるわけじゃない。ね。気まじめだ。気まじめ。だ福沢人たちがみんな噂して橋本さんして人はとんでもない人だな。うん。ね。あの人の真似はできないなと思ったら、その橋本さんが夜な夜な出かけていくことにある日気づいた。はい。 えー、さすが橋戻さないも成人君子じゃないんだよね <laughs>、うん。やっぱりね、えーこう、女の人が恋しいとか酒が恋しい時があるんだなと思って、はい、どんなとこ行くんだろうと思って、そっと後つけてったらですね、はい、なんと橋の下で、ね、寝るところがないような橋の下でこう横になってるのは貧民窟の、その病人を脈取ったりして見てた。はいうんうん それを見て福沢一治は深く神戸を垂れてとても橋本先輩のような真似はできないと言ったというね。これは実話ですぞ。えー、ねえそんな人たちがね、いいすごいですな、うん。もう先輩の背中をいますわね、それはね。切磋琢磨しますわ。く雲のごとく集っていたのが、まあ、江戸の新宿だったんだということがね。うん、それを聞くと我々もなんかガゼん頑張らない関係になってきますね。はい、ねえ、お勉強頑張らなきゃ。いや、お勉強っていうかもう本当に生きた血となり肉となる。 いうものを、習得しようという、この熱意ですよね。はいうん、ね辞書を移してっていう、すごいですね。まあ、私なんか、本当に、まあ、ご多分に漏れずですけど、大学の時にね、何にもね、もう、ちゃんと、もう、だから、もう、本当にね、もう、もう。悔いてますよ。本当、勉強、ダメだしなきゃ。うん、<laughs> 一生で、一生できますから。<laughs> でも。まあまあそういうことですね。ねうん、はい。 敵という字ですね。うん、あの敵、ま、あ敵敵塾なんて呼び方もするけど、敵塾でも構いません。うんうん、このね、尾方光安さんという人が教えてた敵塾は、はいはい、ちょっとね、あのー、排出した人材の豊富さで言うとナンバーワンかもしれませんね。んまあ何を隠す一番有名な人は、まあ言うまでもない、慶応義塾を開いた福沢諭吉さんうん、福沢はい、うん吉さんですね。ねえ。それから、はい、まあ、 近代の、まあ、日本軍隊ですよね、はいうん。明治新政府になって近代日本軍というものを、まあ、初めて創設した人といえば、まあ、言うまでもなく、残念ながら暗殺されちゃいましたけど、大村益次郎。はい、ねこの人も敵塾の出身です。適塾なんですね。形方公安を死と仰いでね。うんうん、で、自分が死んでからも公安先生の元にいたいって言って、えー、同じ寺に体の一部、まあ、要するに骨の一部が祀られ、あの、

それから、えー、残念ながらこれもね、安政の大国で弾圧されてね、まあ死を賜ることになっちゃった、うん、えー、越前藩松平家の松平吉永春学校のね、懐刀と言われた男、うん、橋本さない。ないこの人も当然敵塾の、うん、福沢育吉からすればね、先輩だったんですね。<え>そうなんですかそうそうそう。それから日本赤十字の父と呼ばれた佐野恒民とか、うん えそれからね、えー、幕末のあの維新戦争あの戊辰戦争でね、はい、榎本武明なんかと一緒に函館まで行って<ー>幕府の遺憾をあの遺志ですね、はい、遺憾を務めながらいや俺も一人の侍として戦うんだってって、うん、榎本武明と一緒に五稜郭まで行ってね、うん、新政府軍と刃まで交えてる高松良軍とか<ー>こんな人までが敵塾の出身なんですよでこの人たちはねめちゃくちゃねあの一番健康的な意味であのプライドが高かったんですねだから江戸のね あの、連中。もちろん、江戸にも、例えば、昌平坂学問所、現在の東京大学の母体ですよね。そこで学んでるエリートたちはいるんだけど、奴らは、まあ、奴らってよ、もうちょっと、彼らは、所詮出世のための学問だろうと。いずれはね、例えば、幕府に仕官するとか、エリート養成所だと。そうです、そうです。だから、大名国に召しかえられるとか、そういうことでしょうと。 いつの時代もあるんですね、うん、出世の手鶴としての学問であ,あるでしょところが俺たちは学問のための学問だと。うーん。ねう客権逆がいい県によって世に立つように自分たちは学問によって立つ。これから日本丸ごと背負って立つのは俺たちだっていう気概ね。だって当時は高橋さんそのコピーなんかないし。いいね、そうだよ。ね だから。全部写本そうズーフ・ハルマっていうね。ド,ドイツ語とオランダ語で書かれてる辞書があるわけですよ。はい、これ手引きにして首引きで、その医学の勉強とか法律の勉強とか、ね、とまあ、特にその自然科学ですよね。うん、全部やるわけですよ。ほ、うんしたらその分厚い写本一冊しかない。うん、はい。 でも、塾生たち何十人いますよね。はい、ね、はい、で、みんなで、例えばテキスト、そのね、それこそ、まあ、えー、向こうから輸入されたものを、はい、学生たちは、立ち食いで飯を食べながら、学問ね、この文章の解釈、これは、でもない、こうでもないってやってたってもんい読んでてね、もう涙ぐましいようなね。うん で、そこに、あの、尾形小判先生の奥さんがね、うん、あの、お使いで来られたそうなんですよ。は、うんうん、ほんで、あの、二階でね、あの、なんか一階で、あの、お,お呼びですよ、とんで、あの、誰か知らない人だと思って、<laughs> スポポルマるまま怒り出ちゃったら、先生の奥さんだったっとで、<laughs> <laughs> ものすごい罰が悪かったとかね。そういうね、まあ。<laughs> えー、天下の福材吉もそんなことがあったっていうね。へ<ー>えー、そういうせもうね音立てたギシギシした切磋琢磨の中から。なんかそういうとこにも武士道みたいなものありますねやっぱり。ね、学問の中に学問の武士道。学問の武士道。やっぱりね。まあだからねそういうのを言われるとそのまあ今後ね憲法の話でいろいろ出てきますけど、はいうん、高等教育の無償化っていうお話はね、うん、なんかね。まあまあもちろんいい側面もあるでしょうけど、うん、やっぱり その、一緒に外で稼いできて、うん、これをね、元手にして自分にね、うん、その、本当生きた学問をその身につけるぞっていう、やっぱ覚悟と危害っていうのはね。まあ、しのぎを削ってっていう、あれ、じゃなくなるよ、ね、そういうとこでしかいらないっていうのはあるんじゃないかっていうね。うん、うん。だからその、適塾で言うと、そのよ、まあ本当にだからそういうものすごい、その、うん、いい意味でのプライドをね、もう侍みたいにスピリッツ溢れてる塾生たちなんで、うん、もうだから避け、酒、 飲む、打つ、買うはね。もう、もう自前なわけですよ。もう、学問さえしっかりしたら、あと多少になるでもいい。学問さえビシッとしならいんだから、つって。なんか、その中で、橋本さないだけはね、女郎会にも行かない。酒をね、飲みすぎるわけじゃない。ね。気まじめだ。気まじめだから、福人たちがみんな噂して橋本さんとしてはとんでもない人だな。うん。ね。あの人の真似はできないなと思ったら、その橋本さんが夜な夜な出かけていくことにある日気づいた。はい。 えー、さすが橋戻さないも成人君子じゃないんだよね。<laughs> うん、やっぱりね、えーこう、女の人が恋しいとか酒が恋しい時があるんだなと思って、うん、どんなとこ行くんだろうと思って、そっと後つけてったらですね、はい、なんと橋の下で、ね、寝るところがないような橋の下でこう横になってるのは貧民窟の、その病人を脈取ったりして見てた。はいうんうん を見て福沢ゃんは深く神戸を垂れてとても橋本先輩のような真似はできないと言ったというねこれは実話ですぞねそんな人たちがねすごいですもう先輩の背中を追いますわねそれはね切磋琢磨しますわ枠雲のごとく集っていたのが江戸の私塾だったんだということがねそれを聞くと我々もなんかがぜん頑張らない関係になってきますねそうお勉強頑張らなきゃいやお勉強っていうかもう本当に生きた血となり肉となる ものを写し,ううしてっていう、すごいですね。まあ私なんか本当に、まあご多分に漏れずですけど、大学の時にね、何にもね、もうちゃんと、もうだからもう本当にね、もうもう、悔いてますよ、本当。勉強、ダメだしなきゃ。うん、<laughs> 一生で、一生できますから、でも。まあまあ、そういうことですね。ねうん もう、特に申しなんか読んじゃう。そうね。そうね。そうそう。だから、<laughs> うん、まあね、ねその、藩の牢には、まあまあ、一般の囚人って言っちゃおかしいですけど、<laughs> 泥棒働いたやつとかね。そうなんですよ。うん、まあまあ、その、他の,その、他のその、本当に、ねあの、刑事犯で捕まってるのもいるんだけど、うん、そういう連中が次第に次第にその、心がだんだんね、れになっていくんですよね。そうそう。この若者はこんな若いのに、産むことなくね、 あの、本というのは読まなきゃダメだみたいなことをガン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 言われて、<う>で、次第に涙流してね、ね自分もその、読書会に参加するようになっちゃうってう、んね、とんでもない、教育ありえないですよ。<laughs> <laughs> ありえないでしょ、うん、すごい。うん。まあ、そんなこんなで、はい、やっぱりね、その、徳川時代の私塾っていうのは、まあ本当に、まあ、昇華村塾に限らず、例えばですね、大阪にあった幕末に、はい 敵塾という、うん、はい。あの、敵材敵所の敵という字ですね。はい、うん。あの、敵、まあ、敵敵塾なんていう呼び方もするけど、敵塾でも構いません。うんうん、このね、尾方光安さんという人が教えてた敵塾は、はい。ちょっとね、あのー、排出した人材の豊富さで言うとナンバーワンかもしれませんね。んまあ何を隠すか一番有名な人が、まあ、言うまでもない、慶応義塾を開いた福沢幸吉さん,うんはい。さん、はい、ね。それから、まあ、あ 近代の、まあ、日本軍隊ですよね、はいうん。明治新政府になって近代日本軍というものを、まあ、初めて創設した人といえば、まあ、言うまでもなく、残念ながら暗殺されちゃいましたけど、大村益次郎。はいね、この人も敵塾の出身です。適塾なんです小、ね、方公安を死と仰いでねうん、うんで。自分が死んでからも公安先生の元にいたいって言って、<ー>同じ寺に体の一部、まあ、要するに骨の一部がつられ、あの

それから、えー、残念ながらこれもね、安政の大国で弾圧されてね、まあ死を賜ることになっちゃった、うん、えー、越前藩松平家の松平吉永春学校のね、懐刀と言われた男、うんうん、橋本さない。ないこの人も当然敵塾の、うん、福沢諭吉からすればね、先輩だったんですね。そ<え>うなんですそうそうそう。それから日本赤十字の父と呼ばれた佐野爪民とか、うん えー、それからね、えー、幕末の維新戦争、あの戊辰戦争でね、はい、榎本武明なんかと一緒に函館まで行って、<ー>幕府の遺憾を、あの、遺志ですね。はい、遺憾を務めながら、いや、俺も一人の侍として戦うんだって言って、榎本武明と一緒に五稜郭まで行ってね、新政府軍と刃まで交えてる高松良軍とか、<ー>こんな人までが敵塾の出身なんですよ。で、この人たちはね、めちゃくちゃね、あの、一番健康的な意味で、あの、プライドが高かったんですね。<ー>だから、江戸のね、 あの、連中、もちろん江戸にも、例えば昌平坂学問所、現在の東京大学の母体ですよね。そこで学んでるエリートたちはいるんだけど、奴らは、ま、奴らってよ、もうちょっと、ま彼らは、所詮出世のための学問だろうと。ほう。いずれはね、例えば幕府に仕官するとか、ね。エリート養成所だと。そうです、そうです。だから大名家に召し抱えられるとか、そういう独自のその自分の考え方、この文はだって漢文をね、 そのいやいや、あくまで日本風に読んでいくわけでしょ ?0 点打ったり 1,、うん、1、2点打ったりして。うん、その一行、わずか一行の文章でも、読み方によっては全然意味変わってきちゃったりとかね。うん、あ,ある意味では、うんあ。出てくるわけですよ。うん、だけど、例えばその犯行によってはね、うん、いやいや、そんな解釈は絶対認めないとか、うん、そう読んではいかんなんていうね。<ー> <laughs> うん、例えば、孔子とか孟子っていう人物をどう解釈、どういうふうに受け取るかっていう受け取り方にしても、一元的な受け取り方しか、例えば認めないところはあるわけですよ。<ー>ものすごく、いわゆる孔子はもう神聖でね、もう、もう一、一挙手一投足を疑ってなみたいなよ、はい、<こ>う間性みたいな。 ことになってきますね。ありますね。宇宙第一の書なんてね。伊藤人才っていう人は、まあその、論語のことをそう言ったりしてたわけですけど、はあ、でも吉田松陰っていう人が、なんでやっぱり画期的だし、<ー>若い人にの、その、強烈にその、引きつけたかって言ったら、孔子の教えであろうと、孟子の教えであろうと、ね、尊い教えには違いない。しかし、あくまで、異国のものであって、はあ、我が山とのね、はあ、日本のものではないのだから、はあ、日本の国土、 日本の、まあ、風情日本の人のね、日本人の情から考えて、これはおかしいとか、<ー>これは納得がいかないということがあったら、どんどんそちらをメインで解釈すべきだって。柔軟<ー>。ね<ー>非常にそう柔軟なわけですよ。うんうん、だから例えば、孔子だと、まあ有名な話でね、彼は炉の国という。 え、ところにね、あの、露人の露っていう、うんうん、あの、久晴伝とか書いた、ジン、はい、のロってやりますよね。うん、はい。あの、露の国に仕えてたんだけど、えー、その自分のその、う例えば君主、国王に対して、こういうことやった方がいいんじゃないかとか、政治の道で、ああいうね、えー法律、こういう法律作った方がいいんじゃないか、えー、こいつはよからの人物だから、あまりその重く用いない方がいいんじゃないかとか、うんうん、いろんなことを検索するわけですよ。はい。ところが、孔子の言うことが何から何まで採用されるとは、 限らなないととかか彼の場合はほんんど採用されなかったんですよね、うん、だから彼は国を捨てて、うん、まあ中国全土をさまようわざるを得なかった、うん、ところが吉田松陰はそれをすごく批判するんですよ自分の要するに日本の国柄に引き寄せて考えた時に、はい、自分の生まれた家のね、うん、自分の実の親父が 頑固親父で、物分かりが良くなくて、一切合切ね、この説を受け付けないからと言って、じゃあこの親父はね、特に足りない、ね説得するに足りないバカ親父だから、じゃあと言って、多少はより物分かりがいいだろうと言って、他人のうちの親父のところに行くかっていうわけ。それはしないだろうと。あくまで産むことなく、自分の家で、 ね、どうにかこうにか自助努力を続けるでしょう。例えば、うん、平たく言うとこういう例えを繰り返して教えたわけですよ。うん、これで若き魂たちはね、いや、ねうん、いやこれ、松陰先生のこれ、うんの、読み方の方が、うん、こうピタッとくるんじゃないか。